ゲインズバラ、ゲインズバラ、ゲインズバラ、ゲインズボローともは、イギリスの競争馬である。1918年にイギリスクラシック三冠、ただし大体競争を含むを制した。日本においては、戦前に種母バとして、大きな成功を収めたトールヌソルの父として知られる。競争場名は、リンカンシャー州の鉄道の駅に由来する。ゲインズバラは1915年1月24日、 イギリスのニューベリー競馬場の近くにあるハーウッド牧場で生まれた。成長するに従い馬体のたくましさが目立つようになり、生産者のダグラス夫人は自ら所有する意向であったが第一次世界大戦間近の緊迫した世相。1915年にはダービーステークスの行われるエプソム競馬場がイギリス陸軍に接収されるなど、競馬を取り巻く環境は悪化していたに触れて、 心変わりし、1916年9月にニューマーケットで開催されたセリー1に出品した。しかし、ダグラス夫人が最低落札価格を2000ギニーに設定したのに対し802ギニーの値段しかつかなかった。試し踊り、出品者が自ら買い取ることとなった。なおこの時、あるアメリカ人バッシュと第6代ポートランド公爵がゲインズバラに目をつけていたもの全は代理人が、 ノームによる列車の遅れからセリ位置に間に合わず、後者は、有況に使う金を軍事国際購入に充てるよう、政府の勧告を受け、購入を断念せざるを得なくなったと伝えられている。当時もこの噂が競馬界に広まり、ダグラス夫人のもとには2000ギリを上回る価格での購入の申し込みが多く寄せられるようになったが、再び心変わりした、ダグラス夫人はゲインズバラを調教師のカレッジリーガーに、 与託し、リーダーの旧社とハーウッド牧場に、ゲインズバラはいかなる買い値をつけてこようと、絶対に売らないと書いた看板を掲げて、拒絶の意思を示した。まもなく、リーダーが徴兵され、ゲインズバラは、マントンの魔術師と呼ばれた有力な調教師である、アレック・テイラーによって管理されることになった。ゲインズバラは1917年7月末、ニューマーケット競馬場で行われた、 サーロープレート、芝1000メートルでデビューした。この年のイギリス競馬は、競馬開催禁指令が出され、間もなく撤回されたもののダービーステークスの試行がに、過月遅れの7月末にずれ込む事態に見舞われたが、ゲインズバラのデビュー戦は、ダービーステークス開催の日に行われた。ゲインズバラはこのレースで4着敗れ、翌8月に出走した、ラムセープレート、芝1000メートルでも3着に敗れた。 その後、ゲインズバラは9月11日に、オータムステークス、芝1200メートルを優勝し、参戦一勝で、この年のシーズンを終えた。なお、1917年の2歳フリーハンデでは、第2位にランキングされている。1918年4月、ゲインズバラは、調教が不足した状態でシバラルズステークス、芝1000メートルに出走し、5着に敗れた。 この後テイラーが管理する3歳馬野の,のうち、ゲインズバラを含む、襟抜きのごとを胴に走らせたところゲインズバラが一着となった。これを見たテイラーは、2000ギニーの勝利は9分9厘間違いないと語ったとされる。5月1日、2000ギニーに出走したゲインズバラはゴールまで残り、およそ400メートルの地点で先頭に立ち、そのままゴールし優勝した。 この年のダービーステークスは6月4日、前日のように、エプソム競馬場が接収されていた影響から2000、ギニーと同じニューマーケット競馬場で行われた。一番人気に支持されたゲインズバラは2000ギニーと、同様のレース運びを見せ優勝、イギリスクラシック2冠を達成した。なおこの勝利により、ダグラス夫人は、ダービーステークスを制した初めての聖馬主となった。同じ6月には、 ゴールドカップの代替レースであるニューマーケットゴールドカップに出走し優勝した。9月10日、ゲインズバラはイギリスクラシック三冠制覇をかけ、セントレジャーステークスの代替レースであるセプテンバーステークスに出走、レース開始直後から先頭に立ち、そのまま逃げ切って優勝、史上13頭目のイギリスクラシック三冠馬となった。ただし、 ダービーステークスとセントレジャーステークスが本来行われるべき競馬場ではなくニューマーケット競馬で行われたことを理由にゲインズバラをイギリスクラシック参冠馬と認めない者も,もいる。なお、父のバイアルドは前年にもン区のゲイクルセーダーがイギリスクラシック参冠を制しており2年連続でイギリスクラシック参冠馬を排出したことになる。ゲイクルセーダーの管理調教師は アレック・テイラーで、こちらも2年連続で、イギリスクラシック3冠馬を管理したことになる。その後、ゲインズバラは10月2日に、ジョッキークラブステークスに出走したが、同馬屋のプリンス地名の日着に敗れた。ジョッキークラブステークスで敗れた後、ゲインズバラはレースに出走することのないまま1年余りを過ごし、1920年に種ボバとなった。種付け量は4022で、 この価格は1939年まで据え置かれた。ゲインズバラの種ボバ成績はしばしばリーディングサイヤー10位以内に入る安定したもので、1932年と1933年には、ハイペリオンの活躍によって2年連続でリーディングサイヤーになった。ハイペリオン以外の3区には、ソラリオ、シンガポール、オーウェルなどがいる。活躍した3区はいずれも、 ボバで、ンバには目立つ、活躍馬がいない。ただし、ブルードメアサイアーとしては、優れた成績を残しており、1931年には、イギリスのリーディングブルードメアサイアーとなった。1945年6月5日、ゲインズバラは、ハーウッド牧場で、老衰のため死亡した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。